7月27日、1日の取引が終了しました。日経平均株価は小幅に上昇しております。昨日に続いての上昇続伸となりました。昨日と比べて29円48銭高の2万とびとび79円64銭で大引けとなっております。トピックス東証株価指数も 5.96 ポイント高、 JPX 日経400も 46.40 ポイント高とそれぞれ高く引けました。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 49% の991銘柄、これに対して値下がり銘柄数は約 44% の884銘柄でした。規模別でも大型株指数、中型株指数、小型株指数いずれも上昇しておりますが、今日は大型株指数の上昇がやや大きめでした。トピックスの規模別で大型株がプラス7ポイント、中型株プラス3ポイント、小型株プラス5ポイントということで、最近は比較的中型株や小型株の上昇が大きくなる傾向が目立っておりましたが、今日は大型株の上昇がやや大きかったということです。売買高は18億3700万株余りでした。売買代金は2兆5460億円と2兆5000億円を超えて、最近としては多めのボリュームと言えます。今日は任天堂が昨日の決算発表を受けて活況となりまして、一銘柄で東証一部の売買代金の約 12% ほどを占めたという大商いでした。これでやや押し上げられたという面もありますが、それを除いても全体としてもかなり最近としては多めの売買ということになります。決算発表を受けまして、個別に選別する動きが活発だったことも一つの背景と言えます。外部環境としては追い風が吹いておりました。昨日のヨーロッパ株、アメリカ株が総じて堅調、ニューヨーク市場ではニューヨークダウなど3市場が揃って最高値を更新したということが素直に追い風になりました。もっとも為替市場ではアメリカの金利が低下したということを受けまして、ドル安円高が進みました。昨日と比べまして1円近く円高ドル安となります。110円台、1ドル110円台に入る場面もありまして、これがやや株価の上値を抑えたという面もあります。それでもそれ以上に工業績銘柄を買う動きが活発で、全体はプラスで引けたと。日経平均は29円高ということで大引けを迎えております。こういった中で今日個別でもやはり目立った銘柄としましては、任天堂を上げざるを得ないというのが今日の動きです。小幅には一段高となりまして堅調な動き続きました。昨日の決算発表で第一四半期が200億を超す最終黒字を確保したと、1年前の赤字から急回復したということが素直に好感されまして、5番に入っても買いが途切れず5番一段高という動きでした。他に個別で7741ホーヤが1時半の決算発表を受けて上げ幅を広げまして、上場来高値を更新しました。第一四半期の決算がこちらも好調だったということと合わせて、自社株買いを発表したことも刺激材料になりました。逆に下げた銘柄で目立ったのは3688ボヤージュグループ。こちら前場の段階でもだいぶ下げておりましたが、5番に1段安となりまして、結局大引けで 16% 近い急落となっております。こちらも昨日の決算発表銘柄でありますが、今9月期の第3四半期決算が期待外れだったということで、ここのところ年初来高値まで上昇してきていた反動で利益確定に押されたという動きでした。以上、今日大引けの模様東証アローズからお伝えしました。